まずはじめにフライパンにオリーブオイルとニンニクのみじん切りを入れて火にかけていきます。ここでゆっくりと香りを出すように炒めてください。ニンニクの香りが出て少し色づき始めたら、ここで玉ねぎ、そして人参も加えていきます。野菜の水分が飛んだら、ここで塩コショウをしたひき肉を炒めていきます。色が変わるまで炒めていきましょう。ひき肉の色が変わって水気が飛んだら、ここでカレー粉を炒めていきます。ここが今日のポイントです。このようにしっかりとカレー粉を炒めることで粉っぽさがなくなり、またカレーの風味も際立ってきます。カレー粉のとてもいい香りがしてきたら、全体をこのように混ぜていきます。しっかりとカレー粉とひき肉が混ざったら、ここでごまドレッシングを加えてひと混ぜします。全体が馴染んだら火を止めて冷ましておきましょう。タコスの生地を作っていきます。あらかじめこのようにアルミホイルを筒状に丸めておきます。ここに表面にサラダ油を薄く塗って巻きつけたら、フライパンで焼いていきます。フライパンにはオリーブオイルを少々塗って温めてます。下の部分の皮を見ます。このようにぷくぷくと気泡が出てきて、裏を見て焼き色がついたら裏返していきます。皮の粗熱が取れたら、千切りにしたレタス、そして粗熱を取ったひき肉、ここでお好みでタバスコを加えてください。そしてミニトマト、ピザ用チーズ、仕上げにパセリのみじん切りを振ってお召し上がりください。風味豊かに香る一品です。パリパリな皮とスパイシーな味が相性抜群です。ご家庭で本格タコスをお試しください。